スレチックス38敗目重賞。アスレチックスは21日もアストロズ2-2で敗れ4連敗、シーズン重賞38敗で、勝率208となった。チームを率いるマーク・コッツェイ監督は現役時代、イチローと同じ時期にアグンでプレイした中堅手。メジャーで17年間、オールスターには選出されたことはなかったが、投手むき出しで戦う存在感ある選手だった。13年に現役引退、パドレスの打撃コーチを経て、16年からアグンのコーチに、22年に監督に昇格した。しかしながらチームは再建期に突入、昨季は60勝102敗。今季はさらに大幅に戦力を削り、戦力は著しく低下した。勝てないのは監督のせいではないが、そうとは思えず苦悩していると USA プディシのボブ・ナイチンゲール記者が報じている。コッツェイ監督はこれは自分の責任ではないんだと思うのは難しい。試合に負けたら100監督の責任だからと静かに言う。毎日毎日、自分を責めてしまう。隠すことはできない。もがき続けている。負けが続くことで、魂を引き剥がされていくような気持ちになるそうだ。勝つためにこの世界にいる。だが今、選手だけじゃない、球団もファンも落胆させている。もっと何かができれば良いのだが、うまくやりたいし、良いインパクトを与えたい。中日みたいなチーム。中日よりヤバいぞ。投手が抑えるようになったら打者が沈黙するという全てが噛み合った弱さ。今のアスレチックスがヤバいのは負けていることではなくてオーナーがクソなことと再建のビジョンが見えないことです。オーナーに野球愛がなさすぎるわな、金使う気ないやろ。これに比べたら中日とか思った程度でもある負けしかじゃん。アスレチックスって解体してるだけやろ。特別強いチームじゃないけど中日みたいにずっと地区でも弱いチームじゃないやん。ファンいないと言っても3000人はおるんやろ。どんな気持ちやろうな。野球に限らず、どの競技も選手ここの技量レベル次第。高レベル選手が集まるチームは当然強敵になるが反面、力が劣るチームになればそれなりにしかならない。この38敗に藤浪も大きく貢献しているのが残念。オークランドに明るい未来を感じられるスーパースター候補いたかな。若手流望み株もいないような。勝率1割台近づいてるやん。こちらは野球速報チャンネルです。あなたの持っている野球知識をぜひコメントにぶつけてコメント欄を盛り上げてほしいです。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。